夏島夏島貝塚一津夏島貝塚は、神奈川県横須賀市夏島町に所在する、縄文時代早期、初期に属する最古級の貝塚である。第一貝塚と第二貝塚に分かれ、1972年1月27日、島全体が国の史跡に指定された。また、出土品についても1998年に国の重要文化財に指定された。 海塚のある夏島は、元来、東京湾に浮かぶ島だったが、大正時代に周辺が埋め立てられ、三浦半島から突出した半島の一部となっている。夏島という名称の由来は周辺に降雪があっても、島に雪が積もらないことからと言われる。埋め立て地は平坦な土地だが、かつて島だった部分は、高台として残っている。夏島第一海塚は、 標高48メートルの東部頂上に位置し、面積は約150平方メートルである。また、第二海塚は東部の中央にあり規模は小さい。海塚には地殻変動により形成された断層も見られる。1941年の人類学雑誌に夏島海塚における最終物が紹介され、当時最古の日本人と考えられていた。 縄文人の生活を知る手がかりとして注目された。だが、戦前は、要塞地帯の中にあり、戦後は、米軍の中流により調査が行われなかった。しかし、新中軍の将校が、明治大学考古学研究室教授の後藤、森和ズラを講師に学習会を行っていた縁から、1950年と1955年に、明治大学による調査が実現した。 貝塚は関東ローム層の上に堆積し、縄文時代早期の遺物が相違的に検出された。特に下層から出土した土器の一群には夏島式の名称が付され、従来知られていなかった特徴を有する土器群が出土し、その標識遺跡となった。夏島第一貝塚は、三つの階層が貝殻をほとんど含まない黒土の層を挟んで整然と堆積し、 それぞれの層から、縄文早期の土器が出土した。下の層から順に年始分系土器、貝殻沈潜分系土器、貝殻縄根分系土器が出土しており、これらは、早期初頭から終末までの土器である。特に最下層の褐色土層からは、厚いところで15センチメートル、長さ約2メートルほどの山和しじみ山垣を主体とした、土混じりの海層が検出された。 この層の年始分系土器は単純な文様で底が尖っており、特に夏島式土器と呼ばれる。第二回塚からは縄文早期工用の土器が出土している。縄文早期の土器は日本最古の土器として注目され、1959年に年代測定以来先のミシガン大学から報告があり、出土した貝殻の放射性炭素年代測定では、 BP9450 プラスマイナス400年、木炭では BP9240 プラスマイナス500年という年代が得られた。これはそれまでの考えより、縄文時代の開始年代が5000年近く遡ることを意味し、大きな論争になった。なお、今日では、青森県太平山本愛石出土の時土の、厚生年代が16500年前と、 発表され、縄文時代の開始が1万年を超えることが、はっきりしてきている。第一階層から出土した遺物からは、貝類以外に、魚類も利用していたことがわかる。出土量が多いボラ、黒大、鈴木、ハモ、コチなどは、水面近くを回遊する習性を持つことから、森やヤスによる月量、小型の骨製 U 字型釣り針が出土していることから、釣り針を用いた釣り量。 魚網を用いた漁などが行われていたことが推測できる。またマグロやカツオなど外洋性の魚類も見られ、丸木船によってかなり沖合へ乗り出して、魚狼活動していたと考えられる。海藻家か,からロアートを検出し、遺物散布地も認められるので、住居跡の存在することが想定される。その他海藻からは、硬い殻で覆われたドングリやクルミなどの好みを叩いて、砕いたり、 すりつぶしたりする石皿や、すり石などの石器の道具類が出土している。また、鹿や、イノシシなどの動物の骨や、釣り針なども出土している。これらの出土物を総合して、秋には好みを採集し、森では動物を狩猟し、四季折々の海での漁労活動などがうまく、組み合わされて豊かな生活を送っていたと考えられる。ありがとうございます。